勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、一週間始まって2日目ということですけど、いかがお過ごしでしょうか。ただいま時刻は8時33分を回っておりますが、ガタガタしております。なぜかというと、この2日間台風で振り回されました。で、昨日に関してはもう本当に一日動けなかったという感じなんですけど、でも台風一過になって思うんですけど、なんかね、その場所によったみたいですね。なんかあまりうちのところは風強かった、雨もまあ結構降ったけど、それなかった。まあ、よしとしてない感じでしょうね。またこれで、なんやーっていう気持ちになったらダメ。なんもなくてよかったねっていうふうにならない感じでしょうね。で、朝、ちょっと早めに起きて、ちょっとバタバタ、植物を車庫に入れてましたんで、あのまま入れとったらもう、ビカクシダしか育たんのやないかっていう、あの湿気まみれのとこなので、ちょっと外に出して、今風に当たらせてる感じですかね。とりあえず、植物たちの、状態は悪くはなかったですね。ちょっとガラさんが、なんか、ちょっと触ったらポロッと枝が落ちたので、マジでとかって思ったんですけど、そういうものなのかな。でも多肉植物みたいにブル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 と落ちる症状なのかな。でも花咲いてるなとか思いながら、ちょっともやっとしながら今日朝出してたんですけどですね。で、明日か明後日ぐらい、明後日からなんかちょっとまた天気が崩れるらしいので、もうちょっと水やらず自然にしとこうかなと。いや、よかったですよ。昨日も昼ぐらいになったら、なんやそれ大したことないやんということで、ちょっと株をまた戻そうかとしたんですけど、その後ひどかった。雨は降るわ、風も結構強めであったので、もしかしてあれで出しちゃったらやばかったかなーとかっていうような感じだったですね。はい。で、昨日急遽ちょっとお休みになって、家で待機というか、してたんですけど、朝、ライブしてました。岡山のイケメン、演芸人こと、バンク社の吉野さんがですね、朝からライブということで、蜂を、販売ということで、ライブをされておりました。で、最初チラッと上げて、で、一回、ちょっと屋根の修理をしますとか言っていう感じで一回切って、で、また10時半ぐらいですかね、からまた始めて、もう飲むかなとかっていうような感じで、一杯飲まれておりました。っていうか、私が、飲みなよとか言って言うたらために飲んでしもうたねっていう感じなんですけど、はい。で、そこから第2部からは結構売れてたみたいですね。はーい。ということで、まあ逆に私もお休みといたのであることをちょっとやりました。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、昨日のぼやきはもう速攻終わってましたですけど、今日もまあぼちぼち早めに、それは炭焼けというか、この後はね、結構バタバタなんで、ちょっと今日は早めに終わらせとかないかなっていう感じですけど、で、昨日そのまま吉野さんのライブが終わって、ちょっとあれもしとかないかなということで、はい、来たる10月15、16日の両日であります、岡山県和歌山市、熊山英国庭園グラスハウスっていったところでですね、秋の園芸やろうぜ、第2回目になりますかね。まあ、春秋という感じなので、これで4回目になりますか。一番最初、記念すべき第1回から私、フライヤーを書かせていただきまして、ついに4回目ということで、本当、ここまでありがとうございます。で、今回は、ちょっとした企画を私考えていいですかと、いいですよ、みたいな感じで、ちょっと勝手に考えさせ
でですね、吉野さんに今提案をしておるリアルパキポキさんを探せというのがあったんですけど、パキさん来るのとかっていう声がありましたので、そのリアルじゃなくて熊山英国庭園で行われる園芸野郎勢の中でパキポキさんを探そうじゃないですかっていうような企画をですね、今回立てようかと思ってるんですよ。はい、面白そうでしょね、コアなファンしかなんかおーってならないと思うんですけど、で、私が毎年ちょっとちらっとこう気持ち程度ではあるんですけど、そのフライヤー、昨日までちょっと書き留めた、画像、園芸野郎勢に向けての画像を、プリントにしてですね、それをちょっとこう盛り上げるために貼っとってもらえるんですかみたいな感じの中にパキポキさんの2種の絵をですね、2種類の絵を動画にこの15日、16日1枚ずつですね、鷲野さんにどっか貼ってくださいと。で、それを見つけた方に、蜂を、私の PK8 っていうね、蜂、今ご存じない方はリメイク蜂ですね、プランのね、それを、15日1つ、16日1つ、1つずつ見つけた方にあげてくださいと。ちょっとまあそこら辺もまだ具体的には考えてないんですけど、見つけたからといってすぐもらえるわけじゃなく、そこから何かをするとかね、まあ、そこをちょっと吉野さんとこうすり寄せで、考えていこうかなと。まあじゃんけんが一番いいんですけどね、まあ、吉野さんがじゃんけん分かったらあっという間に終わっちゃう話なんですけどね。パキポキさん探せ終わったんですかって言ったら終わりましたとか言ってね、なる可能性もあるので、ちょっとそこもちょっと考えながらやらないかなとかって思うんですけどね。まあ逆に吉野さんの鉢を買っていただいた方に2回チャンスあげましょうみたいなね、感じでも面白いんじゃないかなとかですね。はい、まあそういう面白い企画も考えつつも、はい、とりあえず準備は私整いました。もう早めにもう一晩とですね、ギリギリでということはちょっと、やばいなというのがありますので、そんな感じで思っております。さて、あとどうですか、今こちらの方面はもう本当台風一過ということで天気になってきましたよっていう感じで、まあ昨日よりはちょっとこう、気温が上がってるような感じなんですけど、いやー今度どうなんだろうな。結構今からずーっと今上の方に行ってるんですかね。昨日のどんなもんでしょうか。3時ぐらいうちがあれだから、6時ぐらいで岡山とそれで行ったかなって思うんですけど、結局やっぱ勢力が強い、のは最初の入り口のところの地域が一番ひどいですよね。だから鹿児島とかひどかったみたいですね。パチンコ店のガラスが割れたとかね、結構被害があったとかで、やっぱね、その台風ってぐるぐるこう回ってるじゃないですか。それのちょうどこう、なんですか、回る具合の部分のところの地域が重なったりすると、ひどかったりするみたいなことを言うとりましたですね。まあ幸いにもうちはですね、そんなにひどくはなかったので、本当、まあよかったなという感じで、思っているんですけど、改めて自然には勝てませんっていう感じですよね。だからやっぱこのシルバーウィークね、休みでよかったんじゃないかなと思います。休みの日に台風で。なんてね、だってそのもう交通機関がほぼほぼストップしてましたもんね。あれ正解ですよ。あれ普通の日やったら絶対無理やりでもね、多分、動かしてるところはやっぱあったと思うんですよ。まあ飛行機とかはね、ちょっとあれじゃないと思うんですけど、やると思うんですよね。だからまあよかったんじゃないかなと。で、福岡にもですね、玄界灘で、大きな地震があった時も、ちょうど日曜日やったんですよ。あれ、普通の日やったら大ごとやったなって方、本当に今思いますよ。はい。まあ、もちろん、休みの日でもね、お仕事されてる方いらっしゃると思うんですけど、だから昨日も、朝とちらっと外に出て、こう、車で回ってたんですけど、ぼやきするので、ちょっと外出てたんですけど、でも土方の人とかもやっぱりこう、ショベルカーみたいなのでこうやってたから、って、今からひどくなるって聞いたけどなとか思って、で、セブンイレブンに行って、モンスターエナジーというか、緑子をね、買おうかしたら、これ今からひどくなるんでしょとかじゃ、もう終わったやないんですかとかってやっぱり言ってたんでですね、難しい。まあ、結果よかったんでしょうけどね、開けちゃってよかったですねっていう話だったんですけど、もう場所によってはね、セブンイレブンも全然、閉めますみたいな感じでしてるとこもあったみたいで、
でもやっぱ見れるぐらいがちょうどいいのではないかと思うんですけどね。そのあとはね、今きっとあのヤマト運輸だとか佐川急便とかね、あそういったあの、宅配系の仕事の人たちはもうてんやわんやですよ。荷物がもう溢れてるのか、まあでもそれでもなんか物流が起こってない可能性があるので、ね、荷物がまず来てないっていうのもあるみたいですけどね。ほら大変ですかいっていう感じで、もうみんなバッタ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 してるような感じじゃないやろうかと思います。でも毎日毎日休みなく毎日毎日こう動いてる仕事ってのはほんと大変ですよね。まあ、ほんとそう思いますよ。まあ今日もうちもそんな感じで、朝からバタバタつくじゃないかと思って今今日早めに今で向かっておるんですけどですね。はい、まあそんな感じで頑張っていこうと思います。はい、で明日水曜日ということでとりあえず明日休みいただけると思いますが、まあ今月もちょっと厳しいのでどうかなというような感じで思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てっきょりじー。友達のエリアからはみ出した君の青いハイハイハイ、誰かロマンティック止めて、ロマンティック胸が演芸に